第11レース、1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。わずかですが1号艇と4号艇覗いていましたが、あまり差はない格好で1周目1枠、最初に1号艇の片岡旋回、3号艇外、2号艇が差し、2番差しの4号艇が入っていきました。先頭は1号艇の片岡、追走に4号艇の椎名、3番手は3号艇の磯部、あとは2番6番5番の台形。レースは1周2枠の攻防、スタートは前提正常です。2号艇の菊池が動いていきました。4番の椎名と競りました。内が空いて3号艇の磯部が展開を突き上げます。先行したのは2番手3号艇の磯部、上位台形は1番3番2番の台形。レースは2周目1マークの旋回です。先頭1号艇の片岡、大きく後ろを離しています。3号艇の磯部の外を2号艇の菊池が握る。迫った2号艇を抑えて3号艇の磯部先行、台形は1番3番2番の台形。トライアルセカンド11レースを勝ちました片岡正弘選手にお越しいただきます。大きな拍手でお迎えください。お疲れ様でした。ありがとうございました。疲れました。疲れました。疲れました、はい、1マークのターンは改めて振り返ってみると、まあ逃げれたんでいいです。いいです。よしとします。よしとします。まっすぐ向いてからというのは、前に進んでいく軽快さというのはいかがですか？そうですね、悪くないと思います。その辺は悪くない。はい、スイート近辺はちょっと菊池さん、はい、気配良さそうやなと思ってたんで、しっかりスタートは行きたかったですね。うん、そうですか。はい、サクッと1号艇を引きました、はい、昨日は、はい、抽選の腕に自信はありますか？あんまり考えてないなく引いたんですけど、はい、あ、白やなと思って行きました。いや、重たいですね。白色は本当に白色は重たい。はい、はい、ちょっとヘトヘトになってますけど、あと2日頑張ります。お願いします。